れが。そして目が覚めたら、私はそこにいた。この塔は女子の閉鎖病棟になります。閉鎖？なんかレクチャー博士っぽいね。クワイエットルームにようこそ。クワイエットルーム？人に迷惑かけたり自分の命粗末にするダメな人を閉じ込めておく部屋。用があるときはそこのガラス窓を軽くノックしてください。ちなみに強化ガラスです。私妊娠の過食なの。私は食べたくても食べれないんです。何が事故よ。血抜きで薬飲んでんじゃないよ。生きるって重いことよ。泣くわよ。そりゃこんなに人間が集まってるのに、こんなに孤独な場所他にないもの。決めたの。あなたがどうしてここにいるのか分かんないって言わせん。それが目標。アスカンならできるよ。私は、そしてクワイエットルームにようこそ。